自身やっぱりあのカットも結構大胆なカットラインだったりだとか、そこ切るのみたいな感じのところっていうのが僕の中でやっぱりかっこいいなって思っていて、でもその中でもやっぱりやりすぎないそのシンプルな部分っていうのがあるっていうのがなんか僕の中で、かっこいい部分でもあり、でそれで、今っぽさでもあるのかなっていうふうに思います。で色味に関してもあのベースの色味に対してシンプルに1個ド派手な色を大胆に入れる、それがなんか僕の中での、ビューティーパラドックスかなっていうふうに思います。